皆さんこんにちは、りあんです。今日はここの棚を新しく買ったオーブントースターとミニコンパクトホットプレートが入るようにレイアウト替えしたいと思います。これ今まで使ってた古いデロンギのオーブントースター、20年ご苦労様って感じですよね。でこれは保温器でお盆とかのっけてたんですけど、おしゃれに棚を作ってみたいと思いますはい、どうかしました。そしたらお家にあったやつはうちにいろいろパーツがあったので足らない部品を買ってきました。これはダイソーのシェルフラック、100円のダイソーのこれを和ダンスの上の棚で便利に使ってたんですけど、今回和ダンスまたレイアウトもらってきて大きいのになってこれいらなくなったのでこれを使います。ただこれ幅狭いので板とジョイントを買ってきました。板はジョイントラック用棚 45×25 300 円を1点と40cm×25 30cm を1点買ってこのラックを買ってきます。足はこれ最初の足とこれ延長のやつをそのまま再利用してるのかな、延長ポールを分けて再利用してるのをやってます。じゃあここに作っていきたいと思います。じゃあモデルさんをお呼びしましょう。ちゃんと乗ることが確認できたので組み立てていきたいと思います。これ外していきます。ほんまめっちゃ疲れてんねんけど、もうここを早いこと気持ちよくセットしたいからとって、もうこれ勝負やね。これをせんことには私落ち着かへんのんですよ。でいろんな棚オーブンラックとか検討したんですけど、どうも私が欲しいジャストサイズがなかったので DIY しようかと思ったんですけど、きっちり作るのが苦手なのでやめました。で家にダイソーさんのシェルフラックがお値段もええ感じで扱いに慣れてるのでこれを応用することにしました。これはポールとジョイントを再利用します。で高さがね非常に参考になるのでちょっとこうでしょ、この人を下に置きたいんですよ、こうやってね。ダイソーさんこんなんまで売ってんねん。足の長さ調節できるねん。水平じゃないとことかでもこのねじねじをつけとけば水平になるんですよ。ここにこれ乗っけてこの上にオーブントースター乗っけようと思って、オーブントースターの上 10cm 開けないと熱くなるから、使う時これをスルスルとスライドしてあげたら放熱するのでちょうどいいかなと。最初逆でオーブントースター下でこれを上にしようと思ったら上が熱くなるし何にも置けなくなるのでそうしようと思った。だからこれこうでしょ、上から2個ぐらい組み立ててみよう。調節は簡単なのでね、上から2個ぐらいなのでここら辺でこういうジョイントをこうつけるのカチッと。もう高さ合わせて40cmと45cmがあるから長い方、こっちは保温じゃ乗っけるから。でこれをここに入れんねん。でこれでこうと軽く叩いてあげると固定できるんですよ。ちょっと今仮止めでねコンコンってやっといて、高さ見てほんまにいけそうやったらもっとガンガンってする。もう私みたいに日曜大工苦手な人でも大丈夫。この人をこっちに置いてこの人をここに置いてよいしょと乗ったね。で閉まる。ちょっとここ当たるからもう一個下げようか。よいしょ、もう一個下げます。外す時はこれさダイソーでこんな短いの売ってなかったん今日行ったら。多分これさここねじねじになってるでしょ、延長用のポール使ってんちゃうかなと思う。こう1段ずつ下げます。昨日は荷重がどれぐらい、耐荷重 10kg って書いてある。耐荷重 10kg やからまあそんな重いもん置けへんかったらいいんちゃうかなと。なんかとってもおしゃれに調べてたらキッチンされてる方いっぱいいるんですけど、いいなーと思ったけど、そういうことするのはちゃんと作戦練ってやんないといけないので、僕はとにかく買ったやつを早く収納したかったので繰り返し使えるダイソーさんのにしたよ。こうやってこうやって叩いたらしっかり入るね。ここのっけてガンガンうるさい、のっけたあげて、どうよ。はい、閉まりますね。いいですね。そしたら今度こっちに保温ジャーが置けれるようにしてる。で、上こんだけ空いてるから下にお盆とか乗っけるようなスペースが欲しいと思って、それをしようと思います。あ、しまった下につけるやつが先や。下の高さから合わせやなあかんねんな。で、これ落としたらあかんから、ちょっとで、これがここら辺低いとこから棚つけていかなあかんかったの。興味ある方からやっちゃったよね。ここがこう乗ってこうやから、これぐらい欲しいから、ここにつける。お盆ラックにお盆ラック作って、お盆ラックの上に保温ジャー、ここね、この高さね。よし、これで2本で、あとの2本はここになる。おい、ちょっと何やってるか分からへんやろこれやってたらできんねん。もうポッポポッポ、もうほんとポイ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 しちゃうの、私のダメなところね。これ板付け穴が、ここ測って40センチと45センチでちょうどいい幅になるっていうことが分かったからね。で、ちょっとここだけ外すね。こうやってやってたら、なるほどなるほどってこうやって思うからね。でね、こうなってな、ここ入るやろ。で叩く。今度上から4つ目のところ、ここと同じ高さにこれをつける。で、こうしたかって、じゃ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 ん。もうこれで出来上がり。カンチン、入った。ほんでできた、この棚できました。じゃあこれをセットしたいと思います。じゃん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 、セットします。こうやって保温ジャーをここに置いて、そしてお盆をここに置く。入ったー、快感。そしてここによいしょ、アラジンオーブントースターを置く。どう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 、できた。ちょっとおしゃれなような感じになったと思う。ほらー、バッチリや、バッチリ。え、ちょっと待ってこれ出えへんやん蓋引っかかって出られへん。ちゅうことはこれもう一段上につけやなあかんね。もう一段上につけ、もうもういっぺんや。よいしょ、かっこ決まりな。よいしょ、一段上げてみた。いけるかな。そしたら今度さ、オーブン入れへんなった。一段上げたら出し入れ OK。で、オーブンが入れへんなる。ちょっとオーブン乗っけるな。よいしょっと、お尻大きいじゃあ閉まる。閉まった。 OK、 できた。じゃあちょっとこれでゴンゴンって固定やろうか。いやー、どうしよう思ったわね。これでも固定されて、しっかりポン、しっかりポン。これでね、内訳はっていうと、ポールが1本100円で246本使ってるから600円、棚板1枚300円で2枚使ってるから600円、合計1200円やよいしょ、いいですね。前やったやつやったらここの幅が狭くって乗らなかったんよ。で、これぴったりサイズ測ってったのよ。で、こっからさ、パントレーも掃除できるね。閉めるよ。じゃ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 。入ったーできたー。はい、開け閉め自由自在。オーブンね、使うとき熱くなるから蓋開けて使って、で閉じます。スライド簡単。バッチリ OK。このさ、緑と黄色を並べておきたかったのよね大満足。お盆も取り出しやすいしよかった。お盆も取り出せるようになったよ。かわいいよ超嬉しい地味な動画でしたけど、今日はその100円と300円のパーツを使って自分サイズの棚を作りましたって組み立てただけやから、大したことないんですけど、簡単ですので、よかったらこんなんやりたい人はやってみてください。1200円でできますちゃうわ、1200円ちゃうわ。あとジョイントパーツが2セットいるから1400円でできますよかったらやってみてくださいまたリアンちゃん変なことやってるわもうって思ってるかもしれへんけど、もしよかったらグッドマークとチャンネル登録していただけると嬉しいです。ハウトゥーの手作りもいろいろやってますので、そちらもどうぞよかったらご覧ください。リアンでした。バイバイ。